よろしくお願いいたします。お願いいたします。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、素敵なゲストの、スタイルストアの中井さんが参加してくださいましたので、早速ね、ちょっとライブの配信をスタートしていきたいなと思います。今日は中井さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。サポンデシエスタの直営店シエスタラボでは明日12月11日から12月の22日までちょっと後ろにも見えているんですけれども冬の贈り物というテーマで素敵な展示をスタートします。でいくつかねブランドの方たちの作品をセレクトさせていただいて1年間頑張った自分へのご褒美を贈るようなそんな展示をご用意させていただいているんですが今日はその中でももう私がもうずっと大好きだったちょっとつけますね私もこちらの、はい、あの刺繍の刺繍の手袋を作ってくださっているスタイルストアの中井さんをゲストにちょっと今日はお話をしていきたいなと思います。中井さん改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でシエスタの、ね、インスタライブはすごい皆さんにこうコメントとかも入れていただきながらワイワイトークをするような感じで進めているのでもしよかったら聞いてくださってる皆さんも気軽に、ね、コメントを入れてその手袋ってどうなってるのとか中井さんに聞きたいことをどんどん今日はコメントしていただきたいなと思います。では、中井さんちょっとまずはお互いの、ね、フォロワーさんにちょっと自己紹介していこうかなと思うので、まず中井さんから、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、こんばんは。はじめまして、スタイルストアでバイヤーをしております中井と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で私もね、スタイルストア のフォロワーの方は初めて見る方も多いんじゃないかなと思うのでちょっと簡単に自己紹介をさせていただこうと思うんですが北海道札幌でサボンデシエスタというスキンケアブランドのディレクターをやっています付芝彩子と言います。よろしくお願いします。中井さん早速コメントでね手袋可愛すぎますかわいいですかね今日はこれを話すよでね、まずはそうしたらスタイルストアもう私たち実はとっても長いお付き合いをさせていただいているんですがサボンデシエスタ の展示では初めてご紹介をさせていただくのでスタイルストアがまずどんなブランドなのかちょっと簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。スタイルストアはライフスタイル型 のオンラインセレクトショップなんですけれども、2005年に、開店しまして来年ちょうど20周年を迎えるオンラインサイトになります。ありがとうございます。で私と暮らしをアップデートっていうテーマにサポンドシエスタさんをはじめとする全国のこだわりを持って思いを持って作られていらっしゃる作り手さんが作る商品をものづくりももちろんなんですけれどもどんなところがいいかっていうところを、うん、丁寧に、背景とかストーリーとかをお伝えしながら、販売をさせていただいております。ありがとうございます。今中井さんが、ね、お話ししてくださったように実はサボンデシエスタのアイテムもスタイルストアさんのオンラインショップでご紹介をいただいていてずっともう何年もう5年以上取り扱いいただいているのがこちらのツヤ肌オイルそれから、このモリンガオイルだったりあと今年に入ってから化粧水とか石鹸とかあとシュクレですねなんかもお取り扱いをいただいてそしてさらにミツバチノートもね、うんスタイルストアさんに受注会をしているんです。で、ちょっとその話はね、最後に触れたいなと思うんですけれども、そんな感じで本当に素敵な作家さんの作品のセレクトもされていますし、あとスタイルストアのオリジナルのアイテムっていうのもね、オリジナルとか別注アイテムとかもいろいろされてますよね。そうですね、はい。商品をお取り扱いさせていただくっていうのももちろんなんですけれども、その中でこういうものがあったらいいなですとか、そういったものをオリジナルで開発してご紹介もさせていただいています。はい。いや本当にスタイルストアさんのオンラインショップはぜひ皆さん見ていただきたいんですけど私もねすごいめっちゃ愛用していてなんか暮らしの中で困ったものがないか
欲しくてでもなかなか見つからないなっていう時って結構私スタイルストアさんで検索をかけることが多くて、あの去年はあのシルクの毛布を買いました、スタイルストアで。ありがとうございます。はい、本当そうするとあの実際に使ったらどんな風になるかとか、それもすごく細かくあの説明が書いてあるので、あの手に取ることができないんだけれども、でもこれなら絶対大丈夫っていうものをたくさんご紹介されていて、で実際届いた時 もう満足度が高い本当に素敵なあのオンラインショップなんですけれども、その中で私が実は選んだのがこの手袋なんです。何年か前にあの暖かくってでも大人っぽい可愛さがあって、でスマホとかも触れるそんな手袋がないかなと思って探していた時に、そういえばスタイルストアに行ったらあるかもと思って検索したのが実はこの手袋だったんですね。ありがとうございます、はい、ね、あの今回、明日から始まる展示でついにちょっと中井さんに無理をお願いして数量でこの手袋をあのシエスタであの販売をさせていただくことがあのできるようになったんですが、今日はこの手袋がどうしてできたか、そんなちょっと開発背景もお聞きしていきたいなと思うんですけれども、この手袋はちょっとどんな手袋なのかあの教えていただいてもいいですか。はい、分かりました、はい、あのですね、もともとはあのやっぱり冬ってあの、まあ、コートを着ててもコートは結構暗い色が多いと思うので、なんかちょっと手元だけでもあの明るくてあのちらっとやっぱり大人の方がつけていただいてもあの、まあ、可愛らしいような、あと気持ちも明るくなるようなあのそういった手袋が あったらいいなっていうところをあのきっかけに開発が進んだんですけれども、あの元々はあのスタイルストアが、あの結構その地方の作り手さんの商品開発のあのまあ、アイデアだったりとかあのお手伝いをさせていただいているっていうところが ありまして、でその関係であの香川県の田辺刺繍さんっていう、うん、あのメーカーさんが手袋メーカーさんですね、刺繍メーカーさんですね、があの、まあ、いろんなものに刺繍をされていらっしゃったんですけれども、あのその中で、手袋にしたらどうかなっていうアイデアをちょっとお話しさせていただいてっていうところで、はい、あの開発が進んでいったっていう流れになります、そうなんです、ね、はい、でも本当にこの手袋、刺繍のちょっと可愛さは後でお話ししようと思うんですけれども、まず手袋としても機能性もすごくよくて、素材はカシミヤ 100% であった、はい、合ってます、うん、はい、やっぱり、うんうん、すごくあったかいのと、あの柔らかさ、肌触りがめちゃめちゃ気持ちがいいですよね。 ありがとうございます。以前はあのウールが入ったものも作っていたんですけれども、うん、やっぱりカシミヤに比べると、うん、やっぱりあの素材の柔らかさとか、うん、あの気持ちよさと温かさが違うので、うんうん、今はもうあのウール、あ、カシミヤ 100% で、うん、はい、あの作っています。本当にあの気持ちがよくって、で実はあの私この手袋を、今この手袋をあの選ぶ前に何年か前にあのスタイルストアさんで手袋、これ あの手袋をお買い物したんですね。で、すごい肌触りがよくって、2つ買ったんですよ。なのに、うっかりどっかになんか立て続けに落としちゃったんですね。つけたり外したりってしてるうちに落としちゃって、でもめっちゃショックで、こんなに肌触りがいい手袋はなかった、かわいいし、肌触りがいい手袋はなかったのに、なんてことって思って、で、スタイルストアさんにまた買おうと思ったら、全部、なかなか出てこなくって。ずっとなかったんですよ。で、私あの札幌の北国に住んで、まあ、氷点下になるじゃないですか。でもこれを超える手袋になんか全然出会えなくって、2シーズンぐらい手袋なしで過ごしてたんですね。なんと、そしたら去年念願かなって再販されたんですか。そうですね、はい、久しぶりに、ね、はい、でもうすぐ買いましたよね。ありがとうございます。でもそれくらい本当に北国の札幌でつけていても、うん、本当に暖かさは本当おすすめ付きですし、もうこの肌触りの良さ、そしてあの、ね、スマホもこうちょっと触ることができる、ね、うん、ここのところにつけてるんですよ。皆さんスマホ触れるように親指と人差し指、うん、はい、
ついているので、3つですね、3本指についているので、手袋そのままでもいろいろ操作ができるっていうのもすごく素敵なポイントですね。で、そんなまず機能性がとてもすごいのと、あとは何といってもこの刺繍ですよ、ね、でこの刺繍はどういう刺繍なのかちょっとお話しいただいてもいいですか。あ、はい、なんかその田辺刺繍さんとその刺繍をどういう柄を入れたら可愛いかっていうところをまあ考えたんですけれども、その中でイラストレーターの安原千尋さんと、もともとスタイルストアを取引をさせていただいていたんですけれども、この安原さんのすごく素敵な可愛くて本当に素敵な原画を手袋に落とし込めたらとても素敵なんじゃないかなっていうところから、うん、安原さんに最初はコギクっていう、今スケジュパスがつけて、はい、いただいている、うん、はい、安原さんがもともと原画をコギクっていう柄で描かれていて、でそれがちょうど手袋のその細長いサイズにぴったり合う形だったので、サイズ的にもちょっとタクナカの柄が入りやすくてっていうので、でこれで手袋を作ったら素敵なんじゃないかなっていうところで、最初にコギクからスタートしたんですね。もしくは人柄だけで、はい、で手袋ってやっぱりコートを着た時にここからここまでこう柄があったりですけど、下までこう入ってしまうとちょっと隠れてしまいますし、はい、上すぎてもちょっとなんか小さくなってしまいますし、その手袋用のこのバランスっていうのがすごく意外と難しくて、でコリクは本当にぴったりだったので最初にそれをやらせていただいて、その後は手袋用に原画を書き下ろしていただいて、特別にでも専用に作っていただいてるんです、ね、そうなんです、はい、手袋ちょうど可愛く見えるようにオーダーさせていただいて、で安原さんもすごく素敵な柄をたくさん描いていただいて、はい、今に至るという形になります、なるほど、はい、でも安原千尋さんの実は絵の展示をさせていただいたことがここにあって、私もすごい安原さんの絵がとっても大好きなんですけれども、これ刺繍なんだけどちょっとこういろんな糸見えますか、そうなんかこうペタンってしてなくってすごく立体感もあるような本当に素敵な糸使いもあるので、なんかこうイラストをそのままこう安原さんのこう優しいタッチがそのままここにちゃんと刺繍されてるっていう感じで本当に感動しました。最初届いた時可愛くって、本当に原画も素敵なことは、もちろんなんですけれども、原画を手袋の刺繍の濃淡に落とし込むっていう、この田辺主さんの、その、解釈度合いと、あと刺繍の技術っていうのが、すごくありまして、今つけしばさんにおっしゃっていただいたみたいに、本当にこの色が一色ではなくて、何色も使って重ねたりとか、ね、いるので、はい、ちょうどこれ私もこちらスワの柄。見ますかね。今回4つあるから、じゃあそれをご紹介していきましょうか、はい、ね、まず、はい、それぞれね、じゃあまずこのスワンの柄、はい、ご紹介いただいてもいいですか。はい、ありがとうございます、はい、スワンの柄はですね、こちらもオリジナルで書き下ろしていただいた柄になるんですけれども、2羽の白鳥と、あと黄色いお花をくちばしで支えているっていう柄になります。本当だ、本当だ。で、いろいろこう刺繍をしていただく中で、このスワンは、かなりこう繊細なタッチで、本当にサンプルが最初に上がってきた時に、この白鳥の目の小さいところですね、色使いだったりとか、どういう風な形で入るかとかですとか、あとは縁取りをしてるんですけれども、本当にあと一針埋めてくださいとか、調整をかなりやった思い出深い手袋です。はい、スワンのここのところのタッチとかめちゃめちゃ可愛いですよね。そうなんですね。こうなんか
どれも可愛いんね、でなんすかけれども、こうランダムな感じで。ね、で、グレーはい、と今中井さんが持ってるグレーと2色ある感じですよね。はい、めっちゃそうかでわす。いい。はい、じゃあ次はこれにしましょうか。はい、オリーブですうん。ね。はい、こちらのオリーブがですね、スタイルストアのモチーフがオリーブで、今は、オンラインのみなんですけれども、昔代官山に店舗を持ってまして、はい、そちらで初めてそのシエスタさんの、とアイテムを取り扱いさせていただいたんですけれども、その時に中庭にシンボルツリーとしてオリーブが、大きなオリーブがありまして、それをモチーフにオリーブと、あと、2羽の鳥を描いて欲しいということでオーダーさせていただいて、できたのがこちらのオリーねえ、ブこれはち柄です。ょっとこう大人っぽい感じですよね、はすい、ごい。そうですね。またこれも刺繍のこの種が、このオリーブのね、実のところが皆さん、グリーンだけじゃなくって、ちょっと赤とか、いろんな色がね、混ざってるので、それがこう影、光が当たったこう影みたいな感じとか、あとオリーブのこう自然な色合いが現れてる感じで、これもめっちゃかわいい、全部かわいい。ですよね、本当に。かわいい。ね、本当に安原さんの絵柄が本当に素敵で、もういつ見だってても。さっきから皆さんハートがいっぱいつきますもん、こう柄を見せると。あ、かわいい。ね。そして、先ほど私がお見せしたコギクと、あと今年は新柄が出たんですよね。そうですね。新柄の、はい。ありがとうございます。パンジーですね。はい。こちらのパンジーも、やっぱり手袋にすると、地の色が、まあ、グレーですとか、ネイビーを使っていることもありまして、黄色いお花がやっぱり可愛く、特に可愛く見えるっていうのが、長年こう、作っていただきながら、ちょっと分かってきたというか、感じで。で、もともと安原さんもパンジーの柄は原画で描かれていたんですけれども、まあ、こちら手袋用にアレンジしていただいて、葉っぱの長さとか、あとはお花のをなんか3つにするとか、いろいろ調整をいただいて、描いていただいたっていう、はい、あものになりりがます。とうございはます。い。かわいい、これも。で、今回、マジエスタの展示では、この4つの柄と、それからそれぞれ2色ずつご紹介させていただくので、合計8個種類がある形でご紹介させていただきます。で、まずシエスタの今回の展示は、サンプルをちょっとご紹介をさせていただく形になっていて、で、そこからお選びいただくご予約方式になっていて、実際お渡しは来年の1月の第2週ぐらいに皆さんにお届けをする形になっていますので、まずお渡し時期がそうなのと、あと数量がちょっと限られていて、大体、1つの柄について、5個もしくは、3個2個のやつがあるので、ちょっと欲しい柄がある方のは早めに、ね、いらしていただくといいかなと思います。ちなみに中井さんのお気はい。に入りはどの子ですか？あ、そうですね。なんか、どれも、可愛いなと思うんですけれども、特に私はやっぱりこのスワンが、思い入れがある。かなり細かいタッチで刺繍が施されて、いますので、もちろん他の、コギクとかも、ま、一番人気はこのコギクって使いやすいっていうのも、あると思うんですけれども、この刺繍の、入り方を一度店舗の方でも手に取ってご覧いただけると、ああっていうふうに思っていただけるんじゃないかなと思います。ね、本当にそうですね。ぜひ皆さん、本当この映像で見るのと実物で見るのとまた違って見えるので、ぜひシエスタに、ね、足を運んで実際見ていただきたいですし、あとこう手を入れた時のその柔らかさっていうのも実際つけてこう体感していただくことができますので、それもぜひ試しに、ね、いらしていただけたらなと思います。あと、これお洗濯とかお手入れ方法は中井さん。そうですね。ちょっとあんまりこう洗ってしまうと縮んでしまう可能性があるので、
そうですね。い。なるべく、ちょっと売れたら、こう、なんか、さっと、ブラッシングしていただくとかの方がいいかなとは思います。一回、もう、洗ったりとかして、洗っても、伸ばして、ちゃんと、干せばあれなんですけど、やっぱりちょっと形変わったりとか、しますので、なるじゃあべそしく、たらドライクリーニングですね。そうですね。その方がいいかなと思います。ありがとうございます。あと、箱に、そうだ、箱、いま箱。す。これもエスララさんに書き下ろしていただいた、絵柄の箱に入ってお こんな届け。感じで。そうですね。なこのので。箱もすごい可愛くて、私買ってあります、箱。別なことます。これもすごい可愛いですよね。だからなんか本当に今回私たちギフト展っていうテーマなんですけれども、自分のね、贈り物っていう形で本当選んでいただけるんじゃないかなと思います。で、お値段、今ね、ご質問、羊アンドさん、ありがとうございます。お値段の方ね、中井さん教えていただいてもいいですか？お値段がですね、1万1000円に消費税で1万2100円になります。ありがとうございます。でもこれ本当にカシミヤ100%でそのお値段でこの刺繍がついてって、私はもうめっちゃ、もうなんて素晴らしいって思いました。そしてもう毎日毎日北海道だとつけるものなので、なんかつけるたびにすごく幸せ感があって、もう本当に素敵な商品を作ってくださってありがとうございますって言いたい。そんな風におっしゃっていただいて、すごい嬉しいですし、なんか、月柴さん、本当に、ご愛用をいただいていて、というところで、普段は、先ほども冒頭でおっしゃっていただいたように、オンラインのみで販売させていただいてるんですけれども、ご愛用いただいてる月柴さんだからこそ、こうやってご丁寧に、ご紹介いただけるかなと思って、なんかお取り組みができてすごく嬉しいですし、実店舗でまた、シエスタさんの、お客様にもご覧いただけるのがすごくワクワクしていますし、嬉しいです。ありがとうございます。そしてぜひ皆さんね、お立ち寄りいただけたらと思います。で、あとは、スタイルストアさんとサボンデシエスタで、ちょっと待ってくださいね。オリーブの手袋、もう一度見たいっていう、ちょっとリクエスト。オリーブ。見えますかね。で、オリーブはね、ほんと大人っぽい感じで持てるので、私はこれもとってもおすすめでございます。ありがとうございます、リクエストくださって。で、スタイルストアさんとサボンデシエスタは、今度スタイルストアさんのオンラインショップでも、今月とっても素敵な企画をちょっとご用意していて、最後にそちら、ご案内させていただこうと思います。じゃあ中井さん、お願いしてもよろしいですか？じゃ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 。ありがとうございます。月柴さんの、シエスタさんで、ミツバチ等々へ、取り扱いされていて、皆様にも本当に大人気の、トートバッグだと思うんですけれども、今回ですね、12月の2、10、えー、14日の土曜日から、今週の土曜日ですね、から、1月の19日まで、こちらのミツバチ等々の受注会を、させていただくことになりました。ありがとうございます。ございます。で、今回いろいろ春らしいね、カラーご用意しようって言って、今中井さんが持ってくださっているカフェブラックは定番カラーとしてご用意しているんですけど、あとちょっと春カラーをご用意しているのでお見せします。どこよりも早く。まずピンクですね。可愛いですよね、このピンクも。それと、あと、グリーンの、これも、今度、白いシャツ、春、お届けが、春になるので、この白いシャツとかに持っていただくと、すごい可愛いかなと思います。で、あともう一つ、ちょっと今日サンプルがないんですけど、シエスタでも人気の、シルバーのね、ものがね、届きます。受注いただきますので、今、しゅうこさんが、ピンク可愛いとコメント、ありがとうございます。ピンク 可愛いですよね。可愛いの、大人ピンクで可愛いの。
で、サイズも S サイズ、M サイズの持ち手長め両方をご用意させていただいているので、ぜひね、楽しみにいただけたらと思います。12月の14日からね、はい、ここはスタイルストアさんのオンラインショップでオーダースタートになります。はい、中井さん、ちょっと手袋の件でね、ご質問いただいていて、はい、まさかなさんからご質問なんですけれども、この手袋、スタイルストアさんのオンラインショップでは今、はい、販売は、はい、今スタイルストアのオンラインショップで、うん、販売させていただいていまして、はい、で、サイトに、の一番上のところにも目立つように出ているので、うん、ぜひご覧いただければと思いますので、なので、ね、はい、シエスタに来れない遠方の方もね、シエスタのオンラインショップで販売はないので、ちょっと遠方の方で気になる方いたら、スタイルストアさんのオンラインショップもぜひチェックしてみていただけたらと思います。はい、インスタのプロフィールのリンクのところに、うん、もしご覧いただきたい方はそちらからアクセスできますので、はい、もしよろしければ、はい、遠方の方はご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。というわけで、今日はちょっといろいろ楽しいお話を聞かせていただいて、そして私、中井さんも本当に、中井さんもスタイルストアさんも皆さんも本当大好きで、なんかおしゃべりをとっても楽しむ感じで、とても楽しい時間でした。ありがとうございます。もです、ありがとうございます。はい、私も本当に、はい、シエスタさんの、石鹸からモリンガオイルから化粧水から、シュクレも全て本当に愛用していて、いつも作ってくださって、ありがとうございますって、私も本当に敏感肌、乾燥肌なので本当に助かっているので、開発してくださってありがとうございますっていうふうにいつも思っているので、はい、これからも、はい、はい、愛用させていただきます。はい、ありがとうございます。それではね、中井さん、今日はお忙しい中お時間作ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、バッテンで、はい、ご退出お願いいたします。はい、ありがとうございます。というわけで、今日はスタイルストアのバイヤーの中井さんと一緒におしゃべりをさせていただいたんですが、今ね、トヨンさんかな、久しぶりに手袋持ちたくなりましたってね、ありがとうございます。で、今回、イベントのこと、もう一度ご紹介させていただきたいと思います。で、今回のイベントは、明日、これじゃなかった、ごめんなさい、間違えちゃった。明日、12月11日から22日まで、今のスタイルストアさんの手袋の他に、リリーフウェアさんの、靴下と、それから、短点パンツ、それから、クリボテラさんの、タイツ、そして、玉木にいめのアルパカシリーズのお洋服、そして一周ずらすんで遅れるんですが、コッペさんの、ブーツの、予約会も一緒に開催させていただきますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。で、このゲストライブまだまだ続くんですけれども、あさってですね、12月の12日の朝の10時半から今度は玉木にいめの、谷口さんとちょっとライブをしようと思っています。シエスタで今回初めて玉木にいめの中のアルパカシリーズをちょっとご紹介をさせていただくので、そちらのこう開発背景とかね、お聞きしていこうと思うので、ぜひ皆さん聞いてください。で、あと明日かな、もしかしたらお店スタッフが朝オープン前にちょっとライブの配信なんかもあるかなと思うので、店内の様子も楽しみにしていてください。で、その他、サボンデシエスタでは、来年の4月から始まる、定期便の、ご予約もただいま、受付中です。ぜひそちらも12月25日までお値段がちょっとお得になっておりますので、オンラインショップからぜひご覧いただけたらと思います。では、今日も皆さん、最後まで聞いてくださってありがとうございます。この後も良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。